南部島内層は、バラかわれも皇族の多年層。多年層。地下の根茎は太い。根室用は、多場性し、長い傭兵があり、その先に6から8体の小葉を持った、奇数羽上服用がつく。小傭兵は、無柄があっても短く、小葉は、長さ2から5センチメートル、幅1.5から3センチメートルになる楕円型で、互いに、やや接近してつき、破湿は、やや硬い。 商用の先端は円形、または、鈍型になり、基部はやや心形になり、円に、やや深い二部巨子があり、裏面は、粉白色になる。端軸や葉裏の主脈に沿って、赤葛色の縮れた軟毛がある。茎は高さ30から50センチメートルになり、軟毛があり、単一か上部で分子し、茎につく葉は誤生する。下記は8から9月。水上過剰は茎先。 分子した枝先に一個ずつつく。花は、泡紅色で、花水は円柱型で、長さ4から7センチメートルになり、垂れ下がる。花水には花を蜜につけ、花水の上部から気分にかけて開花していく。花に花びらはなく、花弁状の学列片が4個ある。雄水は4個あり、長さ8から10ミリメートル、学列片の長さの3から4倍になり、花外に突き出る。 花糸の上部は扁平になり幅が広く、薬は乾くと、高褐色、花後には脱落する。脂肪は、貝で楽頭に包まれ、一個の肺種があり、小型の中頭は、不さ状になる。果実は、痩せかで、やや角質になる。日本固有種。本州の岩手県早地根山の特産種で、鉱山帯の蛇毛岩地に生育する。牧野富太郎によると、南部は産地である。 岩手県の南部地方から、東口草は、東田草の意味で、中国から土来した、内紐の指揮感と本州の下水の印象が似ているためではないかとしている。絶滅危惧アイビールイ。ありがとうございます。